はじめに結論からお話ししますと、山崎と白州は6月が一番購入できる可能性が高くなります。なぜ6月が一番販売頻度が高いかの理由ですが、やはり6月は父の日があるため、多くの取扱店舗が強化しているのだと思われます。確かに父の日にウイスキーをお父さんへプレゼントする人は多いみたいね。また6月に販売頻度が高くなるもう一つの理由としましては、6月はコンビニでも山崎と白州のミニボトルを販売するためです。販売されるコンビニに関しましては、主にセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどがあります。エイミルズバーの近くにはこの3つのコンビニしかないから、他のコンビニでも扱っているかは不明なんだよね。この3店舗で6月に販売される根拠としましては、過去の販売実績の統計から6月が一番販売されている頻度が高いといった検証の結果が出ています。頻度のデータに関しましては、過去にショート動画を出しているため、そちらを確認していただけますと幸いです。また私が考える今年の販売状況予測のショート動画もありますので、そちらの考察ショート動画もぜひご覧ください。これらの過去の実績や父の日という状況を考慮すると、山崎と白州を一番購入できる可能性が高いのは6月であると考えられます。しかし販売頻度が高いからといって必ず買えるとは限りません。元から山崎と白州は非常に競争率が高いボトルであるため、近隣のウイスキー好きな方々も同じく狙っているということを忘れてはいけません。販売される日が分かっていても購入できない時もたくさんあります。私も販売されている日に買いに行っても買えない時の方が多いです。そのため購入するには前もって準備が必要となります。コンビニで販売される山崎と白州のミニボトルに関して、6月の販売期間中にどう立ち回るかを以前に攻略動画を投稿しましたが、そちらの動画の要点だけを今回もう一度おさらいしていきましょう。こちらの5つの項目が重要となります。まず1つ目は、先ほど紹介させていただいた通り、過去に販売されたタイミングをしっかり把握しておきましょう。販売される日ってだいたい毎年似ているんだよね。続きまして2点目です。 SNS のタイムラインを見ていると、販売が開始されたタイミングで誰かが投稿してくれます。ウイスキーを探すにはツイッターが一番便利だから、ツイッターを使用したことがない人はこれを機に使ってみるのも良いかもね。3つ目は、探すコンビニが重要となります。繁華街のコンビニは人が多いため、その分先に購入されてしまう確率が高くなります。しかし住宅街だとそこまで人通りも多くないため、買われずに残っている可能性が高い感じがします。探す順番としては、住宅街を先に探した方が購入できる可能性は高いかもね。4番目の項目は、店内での探す場所となります。基本的にはウイスキー売り場を探すのはもちろんなのですが、たまに店員さんが間違えて冷蔵のお酒コーナーに置いているという話も聞きますので、コンビニに探しに行ったら必ず冷蔵コーナーもチェックしましょう。他のお酒の瓶の裏側に置いてあるなんていうケースもあるみたいだから、棚の奥もしっかりチェックしよう。最後の5番目はとても重要です。各お店で店頭に並べる日が必ず一緒とは限りません。まだ並べていないだけかもしれないから、次の日も確認するといいかもね。また私は去年の6月に酒屋さんで
響ジャパニーズハーモニーのフルボトルも購入できたため、山崎と各州だけではなく響などのレアなボトルも販売頻度が高くなる傾向にあると考えられます。6月はコンビニだけではなく酒屋さんもチェックすればフルボトルが購入できる可能性もあるかと思いますので、そちらもしっかりチェックしましょう。山崎と各州は大人気であるため、まだ飲んだことがない方は6月になりましたらぜひ探してみることをお勧めします。しかし人気であるがゆえに1店舗あたりの取扱い本数も少ないため、他の方のことも考えて買い占めなどはしないようマナーのある購入を心がけましょう。それでは今日はここまでです。今後もいろいろな情報が知りたいと感じていただけましたら、ぜひ高評価をお願いします。それではまた見てくださいね。